一人で喋ってたから、始まった。はい、こんにちは。はい、3日目ですね、オフ。今日はね、まあ花金ということでクリアまで行きたいと思ってますけども、一人ごとかな。起きてるかな、起きてる。明日早いから途中で寝落ちしたら、いや、まあもういいですよ。もう寝たい方どんどん寝落ちしていただいて、鼻筋なんでね。はい、次の配信のためにキーボード買った。なんで、どういうこと。あ、コメントしてくれるってこと。うわ、それは嬉しいな。キーボード買った、キーボード、ん、スマホかなんかにつないでキーボードやってるってこと。ゲーム音でかい。 OK、 これぐらいかな、これぐらいかな。はい。そっか、金曜日にやるとみんな映画とかぶんのね。はいはい、なるほどね。大体みんなこの時間映画見てるよな。声小さいな、ちょっと小さくしたんよな。小さくしたんじゃない、これでいけるやろ。めちゃくちゃマイク近いけど。はい、ボヘミアンラブソディ、なんやろそれ、初めて聞いたけど。はい、じゃあオフやっていきましょうか。ね、今回はなんかね、どれ、もうゾーン3行ってるんですよね。セーブしてクイーンの映画やで。何、クイーンって誰。知らん。ゲームもうちょい下げて、じゃあ俺の声大きくしたらいいか。こんな感じかな。オフにもクイーンいるね。そうなんよ、クイーンが結構謎なんよね。でこれでエリアさんに行けって感じだったかな。はい、で見て、俺ちょっと レベル上げた。ほらほら、みんなレベル上がってるやろ。でちょっとこの新しく仲間になったこの丸やけど、なんかね、全体攻撃の技持ってるんよな。ほら、敵全体に攻撃する、抽象的悲劇。抽象的悲劇ってどういう意味やろ。僕寝る前に時々怖くなるんで、次に目を覚ましたら自分の足が、あ、これは聞いたな。丸ちゃんたちね。あれ、雪降ってる、雪なのかな。高槻の焼却場みたい。え、何これ、え、入れんのかな。前回のおさらいでもね、このオフっておさらいが難しいよね。とりあえずでもなんか道案内みたいでついてくれてたジャッジがちょっと今なんかやんじゃったというか、飛び降りるむちゃくちゃやな。ピュピンじゃないね。はぁ、なにこれ、ちょっと見逃げ混じった。モータルホール、嫌な音を立ててバラバラになるバスターを見たくなければ、制限時間内にアドウォンを10回キャッチしよう。亡霊に気をつけること。え、連中に3回触れてしまったらゲームオーバーだ。さあエンターキーを押して始めよう。はい、なにそれ、ん、は、ちょ、な、な、これ、なにこれ、何が始まってんのこれ。ちょ、アドウォン、はい、この、あの、前のめり丸たちを触ったらいいのね。はい。何これ急やな。おい、前のめり丸、出てきた。はい、出てきた。これでいいのかな、これはできてるのかな。はい、ちょ、ピピピン。あ、はい。あー、これ何このゲーム。はい。あ、今のホンワワワンがあると多分成功してるね。うん、ちょ、難易度上がってきてるけども、まあ何、あ、痛い、食らっちゃった。はい、結構むずい。はい、これどれぐらいやるのこのゲーム。もう終わっていいよ。
もう会っていいって、もう疲れるって疲れるって、もうはいはいはい、むずい、あ、もうこぶちょ、もうこぶちょ、あの、いけそうにないときはもう諦めよう、うん、その方が正しい、真ん中にいて、いけそうなときだけ行く、いけそうなときだけ行く、無駄、あ、ビクトリー、ビクトリー、誰に勝ったんかもようわからんわ。一回で消えた。これ怪しい砂糖じゃないの？あ、シュ、あ、シュガ、シュガ、あ、もうあた、おかしくなっちゃってるんじゃない？シュガーをチューブ入れなきゃ、シュガーをチューブへ、チューブへ、あ、そういう作業をしてるのね。その作業は機械がやったらいいのでは？あ、なにこれ？え、どっから来たんです？俺はバッター、さっき煙突を飛び降りてきた。サンタさん以外である？それはあ、ここは何なんだ？な、なに突然の、ここはゾーンさんの北側、ベスパのシュガーロです。僕らはここで死体を燃やして出た蒸気を画期的な下水システムによってシュガーに変えてるんです。蒸気が出るの？死体燃やしたら。え？ってことは人食べてたってこと？シュガーって人なんや。元は作られたシュガーは工場の壁を、縦横に走る下水チューブで処理室へ送られます。そこで残った灰を取り除くために洗浄を受け精製されるんですよ。ますます謎やな。完成したシュガーは日々の仕事のご褒美として従業員全員に配給されます。人由来のシュガー由来、隠され天然由来みたいに隠された第5のエレメント、もう天然やけどね、最も重要なエレメント、最も重要なエレメント、だってシュガーがなければ人々はこれ以上無事、現実に耐えられず、みんな狂ってしまうでしょうから。誰がこれの責任者なんだ？あの、あなたシュガー持ってます？いや、そこら中にあったけど。いや、ここの責任者は、監督官ですよ。彼はエリア4にいます。分かった。作業に戻るの？どういう作業？仕事中です。ご苦労様やけど、死体の山だ。どうやって戻んのこれ？ここ入る？シュガーが放り込まれてる下水管だよな。飛び込むか？大丈夫？はい。そこから帰ってこれんの？なんやそれ！にゃう。にゃう。やや、こっちこっちだ。待ってたですぎる。死体をくべて煙にしている。ここはゾーンさんの北側、ベスパのシュガーロだぜ。知ってる、もう聞いた。あら、みゃう。まあよかったよかった、手間が省けたな。このゾーンのガーディアンを浄化しなければ。ははもちろんだぜ。もちろん。あんたならそうするよな。モノレールのアクセスカードならここにある。とっととエリア4へ行って謎めいた監督官からお話を聞こうじゃないの。なんでこんなにこのてか案内人としてなぜいるんやろうな。目的地を選んでる。この人の名前何やったっけ？エリア4、ジャッジの存在も謎やったけどさ。もうジャッジ出ないのかな。あら、何動ける。おいおい、そわそわするなって。なに、すぐ着くさ。乗客の皆様に申し上げます。障害物が発見されました。車両の運行を停止します。みゃう。どうもちょっとばかし問題が起きたみたいね。そうだな、ねえ、あんたさ、ちょっとこ、外を見てきてくんない？俺はここにを見張っててやるからさ。なんかほんと誘導されてる感じするな。あ、
ここは線路の真上だぞ、一体何をしている。うえぇ、あ、初めて顔がでかなってる。膨らむところ、ヘルプ、今ヘルプって出さんかった。クリティックバウンド、シュガー不足に陥ったベスパの従業員、これ助けて的なやつ。ほら攻撃してきてないよ、これどうしたらいいんやろ。逃げる、逃げられへんよね。でも逃げられへんって。まあもう倒すか。死は救済的なことなんじゃないのこれ。いよいよ攻撃しないと出てきちゃったよ。ちょっと使いすぎやって。シュガー持ってないしね、確かにね。だからシュガーを食べないとこういう風になっちゃって、気が狂ってこういう風になっちゃうってことでしょ。敵を召喚した。敵やったのかな。うう、敵やったのか今の。え、あ、今のやつが当選をしたってこと。それで何が道を塞いでたんだ。障害物は撤去されました。モノレールの運行再開します。運行中は席をお立ちにならないでください。ミャウ、今回は先に行かせてもらうぜ。また後での、気をつけろよ。運行に引っかかってるやつもおるな。小学生か。あ、エリア4来た。ん、どこ行ったらいいのこれ。あ、こっちか。鍵かかってる。戦っちゃうんかな。あー、戦うんや。なんじゃこの音。何が起こってんのこれ。工事中みたいな音するようになってきたんやけど、大丈夫この世界。あ、何何何の説明してや。でき難易度のさじ加減がおかしいせいで苦しんでるんだろう。難易度、俺ならあんたにちょいと意地の悪いアドバイスをしてやれるかもな。でも今回ただってわけにいかないな。今俺はある特別な物を探してるんだが、どうもそいつがこの辺にあるみたいなんだよ。その面白いアイテムを見つけてくれたら答えの扉を開いてあげようじゃないの。ん、難易度この辺、何もまだ始まってないねんけど。うん、だから今あいつが見たいのは、そのもうあくまで 俺しか見てないからでしょ。バッターに話しかけてないからさ、ずっと。はあ、フライデーを見つけた。フライデー落ちてんの、雑誌落ちててんけど。え、装備品、え、特殊やん。特殊能力を強化する装備、フライデー。なんなんこの音。あ、今日ね、確かに今日フライデー。BGM って言えんのこれ。これみんな一人でやってたん？俺今コメント見ながらやってるからいいけどさ、なんやろこれ。一人でさ、ボーっとこのゲームやってたらさ、おかしくなりそうじゃない？大丈夫？この月は壁の向こうに通り抜けているな。押すか。はい。
お、ザッカリー、ザ・ベーター、バターか、ザ・ディレクター、ザ・ジャッジ。またこれは来たな、ごまかしたね、みんな。ちょ、今日クリアまで行きたいからさ、あの俺のさ脳みそ省エネで行きたいから、みんなも考えてな。え、バッター、なるほど。あ、ザッカリーね、ザッカリーはあいつや、あの案内役してるの。ザ・ディレクター、ザ・ジャッジ。あ、はい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 、登場人物ばっかりや。 ZBD、 ドラゴンボール Z って書いてる、これたまたまか。写メ撮った、指示してちゅう。リードミー読んだ、やめてこの音、頭がおかしくなる、やめろ。え、撮ったから、撮ってる撮ってる、やめろ。なんかさ、もう暴れてるやん、なんかあえて不快感を煽る BGM なんだろうね。鍵かかりまくりや。お邪魔します。え、入られへん、何これ、壁が入られへん、ここ、変なの。しかし強いな俺たち、我ら丸々だ、強し。行けバッター。うん、レベル上げの効果が出てるね。なんじゃここは。はあ、痛い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 。これ俺ヘッドホンで聞いてるからかな、こんな、な、なにこれって、すごい耳障りじゃない。シュガーについて書かれた本だ、もうそれは知っているけどね、シュガーについて書かれた本だ。え、コントローラー出てる。Enter your password. Start. Select. スーパーファミコンのやつやん、これ。馴染み深？馴染み深？これ。今さ、スーパーファミコンのコントローラー持つとすっげえ押しにくいよな。なんやこれ。何だっけ、下下横横、下下、うん、むずいこれ操作。うん、どっかで見つけてこなあかんねやね。何だっけ、え、右右左左下下、何やったっけ、ドラゴンボールのパスワード何やったっけ、俺あれ死ぬまで絶対覚えてると思ってたのに忘れるもんやな。僕の足ヒリヒリする。なんでそれで戦闘なんて、なんやろ、足ヒリヒリすんの、なんで。パステルバンド悪意を持ったエリア、もう耳が、マジでやばい、頭おかしくなる、本当に。
こっち下げるんじゃなくて、これね、こうしようか。はあ、よしよしよし。うん、俺もかなりマシになった。また出てきた。もう可愛いんやけど、何してるのそこで。そいつを攻撃してるやん。あれ、これ食らってる。わかった、これオートではダメだ。このあの外側に攻撃して耳ないんだこれな。これま、てえ、ごめん、なんていうか、敵は僕らのものって言ってた。オルゴールを見つけた。なに、びっくりした。え、これかな、ザッカリーが探してたん。町は僕らのもの。ソフィアみたいなこと言うやん。ソフィアの松岡さんみたいなこと言うやん。あ、ザッカリーいいもの知りたい、なんか買ってけって友よ。友なのか、本当に信用していいのか。ミカエルのバット、恒星のシンボル。あ、これ3つがいいやな。あ、ちょっと待って、で洞察のオーラ、これ4つか。え、金がやばい。うん、でこれ1個買ってあげて。やっばくないかね、大丈夫かな。結構吹っ飛んじゃった。ミカエルのバッター OK で、これカネパのチュニック、あ、めっちゃ上がる。お、すげえ。恒星のシンブル、洞察のオーラ、うん、売ろうか。いや、もう金足りなくなってからでいっか。さ、丸のどこに装備してんねやろ。確かにな。いや違うよ、考えて考えて考えて。これはさ、ほら外皮とかやから、オーラとかだから、なんかまとう感じなんじゃないかな。キャラによって装備分けても良さげ。そう、あれ、ザッカリーってどこにいたっけ。あのミャオミャオの方のザッカリーね。あれ、なんかここらにいたよな。ここじゃなかった、ここや。ニャッカリーは可愛いな。おい、お前オルゴールが欲しいんじゃないのか。おここスイッチャレンジ、ひょっとしてオルゴールじゃないか。こんなもんが欲しいんか。実を言うと俺そいつにすっごく興味あるんだよな。ロマンチストやないか。心臓の底から手が出ちまいそうなほど。そのとこから手が出んの。そいつが欲しくてたまんないよな。すっばらしく役に立つ手がかりといいよ。あの、母いいね、申し分ない。これぞスムーズなビジネスってもんだぜ。さて、耳をかっぽじって俺のアドバイスよく聞くんだ。ゲームフォルダの中を探すとリードミーってファイルが見つかるはずだ。そのファイル名意地悪だよな。まあそいつを起動して隅から隅まで読むことをおすすめするぜ。へえ、もうめちゃくちゃみたいなこと言ってきた。マジか、リードミーね。ちょっとみんなには見せれるのかな。
リードミー、どこにある？あった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 。マジなんじゃこれ。ちょっと待ってな、みんなに見せれるかどうかやってみる。ウィンドウキャプチャーでいけるかな。あ、いけるわ。はい、オーケー。はい、映ったやろ。んで、はじめにオフ日本語版をダウンロードしてくれてありがとうございます。ゲームに関するこの中間あたりにあるコンタクトの章に記載したメールアドレス等までお気楽にどうぞ。え、関係あんのかな、ここら辺。長ー見て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 、これ長すぎ。へえ。このファック読んでみるか。オフのゲームで使われている文字フォントが読みづらいです。日本語版データ担当 YSSN より。日本語版ではもうここら辺関係ないな。戦闘の仕組みがよく分かりません。関係ない。アルマにはいけるんですか。このファイルを閉じて実際にプレイしてみてください。ファックなんて読むの、俺ずっとファックって呼んでたけど。隠しコードって書いてあるよ。どこに。あったんの。上、なんかさ、こういうのやったら出てくるとか昔あったようなサイトに。どこじゃい隠しコード。え、上ないけどな。あ、ちょ、はい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 って。ファックの中あった。奥の続編は出るん。ちょっとでも読んでみたいよな。ここあってん、これやん、これ。しゃべるか。いや、これこんなんでいけるかね。いや、でもさ、この時点でさ、積む人いるよ、こんなん。こんなん分からんぞっていう人いる。まあでも、いや、でも PC ゲーやってる人は大丈夫か。はい。はい。ただ、あそこがどこやったってとこやないのな。ファックの意味書いてあって、草書いてあった。え、どれ。ファックの Q と A って何ですか。ファックは遊園地と質問の略で、ファンファーとクエスチョンの略で、 Q は質問、A は答えを意味してます。知ってるよ。え、遊園地の F なの。確かにA と Q は分かるけどさ、クエスチョンとアンサーは。F って何やろうと思ってたわ。学びがあった。あれ？確かに他にもいろいろ書いてるな。これ人が読むことを計算しとるんやな。人が読むこと、いや、そのプレイヤーがこのリードミーを読むことを計算に入れてるんや。広告つけられんくらい今ので厳しすぎひん。外人めちゃくちゃファッキンファッキン言ってるけどな。
What the fuck とかすぐ言うけどな。どこやったっけ。ここか。あ、違う。あ、リリリリリリ、ここじゃない。やった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 。下、左、上、ちょっと右やねんけど、ちょっとキュイーンって移動しちゃう。何これ、ちょっと待って、ちょっと なんでキュイーンって移動するの。右でしょ。あ、いけた。あぶね。ZJBDB。Z。なるほどなるほどなるほど。わたわたわた。さっきのや。さっきあったやつや。どれだっけ。あ、ザッカリーが、X のとこや。はいはいはい、分かった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 。なるほどなるほど。左、まあ、いきなり間違えた。下、左、上、よし、右で、Z やからここで、 J が B のとこやから、ここやねんけど、うん、ここJ で、 B がバッターで、あれ、うん、ここで、 BD がディレクターで、ここでラスト B でスタート。やった。おい、ナイス、順調じゃないで、ここ開いたんじゃない。あ、開いた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 。上層部からの通達、ここには来てはいけません。行っちゃうじゃない、そんなこと言われたら。むしろ通達しすぎやろ。うん、しすぎー、怖いんやけど。え、もう、なんかあったっけ。うん、5362。あ、書いてあるのかごめん、俺今頭、あー、やばい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 、俺の脳みその許容量おかしなことになってるよ。これ単純に逆なんじゃないの。だから1,2,3,4,5 でここじゃない。5で3、これ楽勝じゃない。6,2,5,5,6,7,8。なんだよ、楽勝やん。今までで一番簡単やんとかも。何横目すぎやろ、バカにしてんのか。 NASA？ マサチューセッチュ？マジで？
はい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 。なにこれ、すげえ簡単。逆に怖っ。お前は誰だね。俺はバッター、監督官殿、お前を浄化しに来た。率直浄化。おいおい冗談だろ、そんな大それた装置を措置を取らにはならんようなことはしてないぞ。クイーンがお前ここへよこしてたんだろ。違うのか。当然クイーンの命令だろうな。それは違うんやけども、そうあるべきだと思う。だが浄化など、あれちょっと待って、俺誰に命令されてきたこれ。そもそも選択の余地はない。お前はこのおぞましい工場を支配する怪物だ。お前に罪を償わせるためにここへ来た。でもいろいろ事情があるんじゃないのかな。怪物、おぞましい工場だって。ここは私が築いた幸せの砦だ。亡霊たちを防ぐ、塞ぐ城壁なんだぞ。確かに亡霊は来てないのかな。亡霊どもがやってくるまでここのみんなは幸せだった。しかしわからんな、なぜ死者たちはこの世にとどまり続けるんだか。死者だと。ああ亡霊たちのことだと思う。もちろん連中は死者の塊なのさ。ちょっと考えればわかるだろう。道理じゃないか。ではお前は亡霊たちとグルではないのか。もちろん違うと思う。私はイーノック、ゾーンさんのガーディアンだ。他のガーディアンと同じように、私はの役割は母なるクイーンから送られたエネルギーでこのゾーンをしっかり存在させておくことだ。何のために。私はゾーンさんを動かす、いわば生けるエンジンなのさ。我々ガーディアンは人々のために、生ける空間を作り出す。その力にクイーンは信頼を置いておられるのだ。人々のために生ける空間を作り出す。私たちは小さな神々のようなものなのさ。太陽が持つ無尽蔵の力を使って虚無の中へこのような世界を作り上げる。ソーラーパワーやったの。ははは、大好きなんだこの比喩。知らんけど。そうさ、神々のような。あー、神やと思ってるんや自分を。バッター、そういうの嫌いそうやけど大丈夫。殴られるで。お前は狂った悪魔の子だ。ほら、また悪魔の子呼ばわりしてるもん。時計の砂は全て落ちた。お前の命もここで終わりだ。話の通じない剣士のみたいな感じになってきたな。そうはいかんよ。お前がどんなに強かろうと私の極にかなうものか。でかーい。あはは、おののけ。今の私 はお前に迫り速やかに滅びを運ぶ影だ。かっこいい。工場がかっこよかったな。アビリティで見る。ゾーンさんのロイヤルガーディアン第3のボス。暗闇状態にしてみよう。アビリティ全体、敵全体に攻撃する。これでバッターの上げるとかどう。でアビリティでここ写真用フィルターいってみるか。あー、そこそこ食らうね。あ、ちょっと待って、クソ、なんてでかいやつだ。むはは、他の連中と比べてもらっては困るな。ここは逃げるしか選択肢がないよ。え、そうなの。逃げられへんけど、バッターしか逃げれへんかったりする。でもとりあえず防御しとくか。防御。いや、なんからしくないな、ここに逃げるなんて。やつは強すぎる。臆病者の選択肢だとしても今は逃げるべきだ、早く。え、逃げへんの。え、逃げれた。この太っちゃ野郎、太っちゃ野郎、どうやらただのデブじゃなさそう。口が悪いぞ。やつを倒すには何か別のやり方を見つけなければ。いけそうやったけど、別のやり方。追いかけてくる。死の谷の影から暗闇の使者がやってくるぞ。さあ恐れおののけ、終わらせてやろう。バッター、何これ。だからこういう感じやったのね。はい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 。あー、
けるいける、あー危なー、冷静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 、ヒーフもう逃げられんぞ、哀れなチビのチンピラ、お互い口悪いな、亡霊に仲間にさせてやろう、ヒー何や、ヒーってはっ、なるほど、だから逃げるのか、ここで逃げるのね、よかった即死じゃなくて、うん、え、え、なんか終わったんやけど、楽しそうなやつなんでたまっても成功になる、いや楽しそうやったのに、なんでやりたかった、え、なんかこんな色やったっけ、あれどうした、どうした、急にモノクロの世界になっちゃったんやけど、待って悪口、ちょっていうことはこれもうあの太っちょ成功しちゃったってこと、おー逃げ切ればなんか起こったんかな、あっ、あそんなにでかかったの、また大きなってない、ヒーフーハー、惨めなチビめ、冷血な海蛇、海蛇要素ある、私のオフィスからここにまで来るには肉付きのいい子の体をバイプにぎゅうぎゅう押し込んで移動せにはならんのだ、あ、いい子の体をね、ずいぶん骨が折れた上に面目は丸つぶれだが、お前の生きる希望など角砂糖のように食らってやろう、たっぷり楽しんでやろうじゃないか、ふう、バカめ、貧弱な持久力を考えずいたずらに力を消耗させるとはな、お前は自分に疲れさせただけだ、今や勝利は目前だなんじゃこれ、でかすぎる、夫婦お前いいか、がいかにバカなことをしたのか思い知らせてやろう、あはははは、ちっぽけな虫けらめ、すぐさま叩き潰してやる、お前のゲームも終わりが近いぞバッター、回復してるこれ、アビリティ A、 スペシャルホームランいくか、アビリティ A、 暗闇状態にして、ちょっと待って、無視、バイキルトしたかったなホームラン宣言、スペシャルホームラン、暗闇になってくれてるよ、毒状態にする、で攻撃力をバッターの上げる、アビリティ、まあ、あとオートでいいかな、パオート、いや俺結構レベル上げしたからな、顔よう届くなそれバッター、どうやって殴ってんのそれ、スペシャルホームラン、いや俺ら強くない、頑張れ頑張れ、なんか不安になってきた、大丈夫かな、
敵は左に出てくるってジャッジが言ってたね。確かにね。あ、前にいるな。倒しちゃっていいんかな。え、大丈夫これ。なんかこのオートって怪しいんよな。でも他の選べるところないし、まあ大丈夫かな。ビリティ。オートは加減を知らない。確かにね。バッターあげる。逃走ないもんな。でもまあ大丈夫か。今まで、うえっ、左右で戦ってたのに正面にいるっていうの別に意味あんのかな。オートはバッター自身。なるほどね。俺が選んでないってことね。今もうバッターがバッターの意思で戦ってるということや。かわいい丸たちと一緒に。えっ、水亀座のカード。ふうふう。それでヒーローは化け物をやっつけたわけだ。お前がは自分がしたことの意味を分かっているのか。ゾーンからガーディアンを奪ったんだぞ。ここはもはや消え去る定めから逃れられない。それはここに住む人々も同じこと。一人残らず虚無の世界へ落ちて行き、二度と元へは戻らない。第三ゾーンのガーディアン、いいのか。お前の負けだ。この地は浄化された。はい、まあだってうんいや悪いことしてる風ではあったよ。確かにその人をさ、シュガーにして食べさせて洗脳してるみたいな。だからってとこはあんのよな。だって結局さ、これ言ってさ、もう虚無っとるから。これ何してんのバッターと俺はっていうとこにならん。結局これはああ虚無っとるわ。力の、あ、これは持ってるな。悪口始まるの。お前のせいでこうなった、お前のせいでこうなったみたいなことを言われ続けるんやろこれ。お前それで正しい思ってんのか。お前のなんかその独断の正義で勝手に決めてんちゃうんかみたいな。多分フランス語で言ってるんじゃないの、そういうこと。大丈夫かな。虚無の世界に残ってるこいつらはなんなんやろな。虚無なのにいるんよなこいつら。翻訳ありがとうどういたしまして。何語か分からんけど助けてって言ってるらしい。いやほんまに？やばい、ちょっと待って、うちの子が、ちょ前のめり丸がやばいよ。はい。いやー危なかったな。毒にもなってるし水瓶にもなってる。いやここの敵やばいって。頑張れ、みんな頑張れ。この子回復してあげて、三塁捕手でこの子回復してあげる。よし。
もうこれはあとオートでいいか。はい。毒が強いのかな。確かにね、毒無視してるとやばいんかな。ヘルプ、アイムヒア。やめてや、そういうこと言うの。7000。やばー。前のめりまでやったかな。はい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 。やばいんやけど。やっば。ちょっと待ってや。3人出てきちゃったよ。カル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 、一気にいけ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 。ちょっと待って、睡眠したな。睡眠はやばいのでは。ちょっと待ってな、これでこうしといて、アビリティで、これで、睡眠回復、うん、治ってるな。ちょっとアイテムで、ちょっとやばす、うん、バッター回復しとくか。はい。あ、また見た。あ、でも殴られたら起きるんやね。毒が危ないな。これアイテムで毒回復するやつあるんじゃない。ほら、あった。いけ。やばいんやけど。もうちょっときついな。アイテムで大丈夫かな。モロクの肉こんな使ってて、でもこれ全滅しかねへんよね。はい。いけ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 。いや、ボスより断然強いよな。いいよいいよ。全滅したこと一応ある。いや、ないないわ。逃げてもいい。でもさ、逃げれる。あ、バッターやったら逃げれるってことか。あ、逃げれたな。そういえば忘れてたわ。いや、倒す。これは倒す。買えるしね、モロクの肉。だってさ、さっきで8000やったでしょ。これ1万2000もらえるで。頑張れ頑張れ。いけ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 。こんな強かったっけ。いいよ。毒ゲーやからね。あ、そうなんや。じゃあボスにもこっち毒にしたらいいかな。ほら、いけいけいけ。あっ、ちょちょちょ、待て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 、ちょっと待ってな。はいはい。これ変えれるかな。毒なってもた。よし、オッケー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 。あれ、なんか今ちょっと割引された。あれ、俺の計算では1万2000やねんけどな。ちょっと割引入ったよな今。アイテムで、でアビリティでこれしとっか。
でもこれでゾーン全部いけたわけやもんな。こっちやったっけ。よし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 、オッケー。で虚無に戻る。はい。で、あとここだけ。あ、入れるんや。ザルーム。チャプター5ザルーム。ほう、なんでハエのマークなんやろ。そう、全部虚無にしちゃったよな、ゾーンを。え、なんか椅子がある。なに、こんな廊下に椅子出して、体育館でさ、なんか椅子全部出して卒業式の準備。また来てる、こんなん。やめてや。え、なにこれ。あ、大掃除。そう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 、なんかそれ思い出した、学校の。なにこれ。ちょっとちゃんとアップで撮らんと読めへんからの、文字が潰れて。あれ、でもこれ解像度悪いな。え、うん。なんかこれウィンクしてない？かわいい。ここあんまり好きじゃない。でもパパがいてくれる、よかった。今日はパパと一緒に遊んだ。パパが漫画をくれた。僕は病気なんだってパパが教えてくれた。だから僕は薬を飲まなきゃいけなかった。うん、病気？ほえー、一回今日に戻る。ゾーンゼロでイベント？最初に来たとこやんな、ここ。ショートカットの方。あ、ザッカリー。パブロのやつ最近見かけないんだよな。元気だといいけど。何？あ、これにしたらよかった。ゾーンゼロまだ無理。あ、無理なんや。え、どういうこと。まだ無理なん。あ、まだ無理なんや。アイテムがいる。虚無に戻って、じゃあさっきんとこでいい。でもさっきんとこもよくわからんかったけどな。うわぁ、なに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 。え、ちょ、ん。かわいいけど、これだ、これ どういうこと。戦うの。厚い毛皮に覆われた肉食性哺乳類。あ、でも弱い。体力勝った。
可愛いな、この出来。強っ。あ、経験値美味しい。あ、消えた。あ、開いてる。え、命のない作り物だそんな言い方する？ぬいぐるみのことを言ってんねやんな、今の。ちょっと待って。え、パパが明日は外へ遊びに行こうって言った。なんか初めからなっちゃったんやけど。3人の友達チャプター4。なんか出入りするために全然変わんねんけど。さっき椅子が置いてあったとこやんな。大きなおじさんのところへ行く。お部屋に戻る。ママのところへ行く。あー、これガーディアン。鳥とかやもんな。のっぽのおじさん。あ、お部屋ってルームのことか。なるほど。じゃあ一番最初やったかな、のっぽのおじさんが。どうやったっけ。まあのっぽのおじさんのとこ行ってみるか。うわママがクイーンってこと？やっと来たか。お前この地上にはもう誰一人残ってないと思ってたんじゃねえか。やっと。何にしろ会えて嬉しいでこぞ。牛に噛まれちまってよ、痛くてたまらねえや。おまけに時計はずっと9時のままだしよ。たくやってらんねえぜ。ところで坊主、お前ここで何やってんだ。ここはお前が来るようなところじゃねえだろ。おっと、おいおい、五章だぜ。泣かないでくれよ。心配すんな、大丈夫だな。落ち着けって。こいついいキャラしてるよな。ほら、コート貸してやるよ。こいつで涙拭け。まだ始まっ…泣くかな、バッターが。始まったばかりだからな。これから先はどんどん良くなっていくだけさ。さて、ボード、ちょっくら頼まれてくれねえか。探してほしいもんがあるんだ。今日が何日か知りてえんだ。もう一日もう終わっちまいそうだが、頼めるか。今日が何日か知りてえんだ。もう一日も頼めるか。今日は…今日が何日か知りたい。大きなおじさんのとこ行ってみるか。いや、そこの君こっちへおいで。へへへ。いや、おちびさん。いや、穴には記憶なくなってる。君よければ穴から出るのを助けてくれないかね。できるそれ。無理だよな。誰か助けを抜いてくれないかね。そうしたら君にケーキを焼いてあげよう。きっと美味しいぞ。約束するよ。そのケーキ、シュガー入れんといてや。ケーキが焼けたらそいつを食べながら楽しくおしゃべりしようじゃないか。助けを抜いてくれ、おちびさん。頼むよ。あ、浄化されたから？バッターを認識してない。なるほど。あ、ここジャッジ連れてきてあげたいか。あ、でも鳥の方か、不死鳥の方か。何かわいいな。大きなおじさんが穴にはまってる。私にも他にやることがあってね。そういうのそういうバカバカしいことは聞いてられないな。あれ、それだけ。
ママんとこい、ママはいないや。どうしたらいいんだ。ねえ、みんな無理やって言ってるけど。今日が何日って書いてあったけどな、さっき。俺取らんかったっけ。あ、取ったな。11日って書いてるけどな。あー、それ調べてみるか。命のない作り物。まあその通りやねんけどね。はい、入り直したら変わったりする。あれれれれ、ん、通り過ぎてる。あ、これか。ごめんごめん、開いてるよ。はい、ジュン。ああ、変わってるけどな、さっきと。のっぽのおじさん。3日やってよ。おいな、そいつはカレンダーのページじゃねえか。そうだろ、見せてくれよ。まあ大して重要なことでもねえんだ。何しろ結局今日は大して重要な日じゃなかったってこった。お前のお袋さんか、心配するのはすぐ戻ってくるさ。あの人は今新しい世界を見に行ってるの。これ誰が誰に話しかけてるのか全、まあ誰がはちゃうな。何を言ってんの。あの人は今新しい世界を見に行ってるんだ。お前のお袋さんはとても大事な役目を持ってるんだ。わかるだろ。一遍戻りゃあの人は何もかも蘇らせてくれるさ。全部がまた動き出すんだ。俺たちがありとあらゆるもんを作り直すんだ。特別なもんは使わねえ。自分たちの手でやるんだ。俺たちが未来の作り手になるんだ。どんな疲れだって止められやしねえ。見てるよ、この辺もそのうち見事なもんになるぜ。そしたら一緒にペダロに乗ろうぜ、坊主。あれ二人乗りできんの。お前ペダロに乗ったことあるか。へへ、あれは最高だぜ。今にわかる。そうだ、こいつ持ってけ。もう俺には必要ねえからよ。カレンダー持ってきてくれてありがとうな。いいやつなんよな。タイトルの読めない本を手に入れた。ウェンズデーを手に入れた。何ウェンズデーって。ほう、植物図鑑みたいな。鳥さんのとこ行ってみる。あ、飛び立った。何を持ってきたのかな。それは本かい。何、大きなおじさんが穴にはまっている。落ち着きなさい。何を言いたいのかちょっともわからないよ。その本を私にくれるなら友達を助けて、行ってやってみると。友達なのか、素晴らしい。さて我々で大きなおじさんに手を貸せるかどうかちょっと見てこよう。え、鳥でそれ持ち上げんの。あ、かわいい。すげえ力持ちやん。ほら、これでよし。大きなおじさんの自由の身だ。渓谷の西にあるコテージにおいで。みんな君を待ってるから。そこでまた会うとしよう。落ち着き、落ちないように気をつけるんだよ。すげえ親切やん。サタデーを手に入れた。土曜日？そういえば俺フライデーも手に入れたよな。え、フライデーって使ったっけ？もういなくなってる。渓谷のどっかに来いって言われたの。あ、装備アイテム、はいはいはい、確かにそうや。そうなんや。敏捷さを上げる。じゃあ引っ込み丸につけとくか。地形ダメージを無効化する装備。
うん、とりあえず前のめり丸につけとくか。のっぽのおじさんのところ、あー確かにそうやな、ここ確かになんか警告っぽいとこやわ。お、みんな揃ってる、へへ、ボーイありがとうよ。なるほど、みんなから頼りにされるわけだ。フォンをどうもありがとう。苦難に満ちた時代においてこれこそ史上の宝だよ。はは、ちっちゃい利口なワンパク坊主ここにありってか。君のママが帰ってくるまで私たちが遊び相手になってやれるかもしれんな。時や世界の運命について議論を交わすのもいい。これからできる俺たちの国をどんな風にするか大それた設計図を描くってのも悪くねえかもしれねえ。なんか仲間感出てきちゃったんやけど。でバッタが何も言わんのが不気味じゃない。君はどうしたい、おちびさん。もう浄化してやるとしか思ってない気がするんやけど。我々の一人一人が万物の幸福を守るガーディアンになること、それが我が理想の未来だ。どんなやつでも役割を持てる未来が俺の理想だ。みんなで一生懸命働いてずっと平和でやれるように協力しちゃうのさ。まあいい未来な気がするけど。私の理想はどんな時もより幸せな暮らしを目指せる未来だね。若者がいつだって希望を持っていられるような未来がいい。当然この高度な会話の大部分を君は理解してないだろうね。むしろ我らの言葉など早く忘れてしまいなさい。この世界の闇に輝く一番星よ。何？それ誰のこと言ってる？そうだな、もう帰れ。坊主はただ楽しんでりゃいいんだ。まだあったけえ肺の中からもうすぐ生まれ変わるこの世界はよ。君の時間を無駄にしちゃならんよ。3人のイカれた理想主義者が喋る感傷的なたわごとなんて聞く必要はこれっぽちもないぞ。いや楽しい時間やったけど。はははシークレットデイ、何シークレットデイって。おーめっちゃ良さそうなもん手に入れた入ったけど。じゃあシークレットデイ、秘密の日。未来は進んでいった先にしかねえ。だったら俺たちはてめえの腕と努力でこの地上に天国を作り上げてやろうじゃねえか。できるのそんなこと。本当に一から始めれるの。ケーキを焼いてあげると言ったろ。その約束をきちんと守るぞ。すぐさま君をお菓子の海で泳がせてあげるさ。はよ焼いてよ。我が王国に心配の種が入り込む余地など与えない。進化が涙をこぼしても私がそれを拭い去ってみせよう。過去の話ね。確かにそうかもね。だからバッターは喋らんの。シュガーか、なるほど。いやじゃあ焼いてほしくないやんか。ママ、あ、いける。ハローママ、パパは行っちゃいました。パパのことはあまり好きじゃないから別にいいけど。早くママが戻ってきたらいいな。さっき書いてあったもんな、なんかパパがどうって。あれそういう話やったんかな。今日は3人のお友達ができました。のっぽのおじさんは僕をペダルに乗せてくれる約束をしてくれました。それから世界を作り直すためにみんなで一緒に働こうって。小さな鳥さんは、いつか僕に空を飛ぶものを見せるって約束してくれました。それからもう二度と怖がらなくてもいいんだって。大きなおじさんはケーキを焼いてくれるって約束してくれました。今日は楽しかったです。早く帰ってきて。ママ？クイーンの子供。誰がクイーンの子供なの？丸。チャプター8、窓の中の世界。は？え、終わった。レベルはてな？え？なに？食らった。ちょっと待って、こっち行きたい。
今日パパがオルゴールくれた。オルゴールくれた？ザッカリーってオルゴールなんか欲しが。こんにちは、乗車いかがですか？え？乱数って何？素晴らしい、ぴったり合ってます。え？一緒のにしとく、わからんし。うわっ！何ここ？ほー、うわっ！これどうしたらいいな。わかった。あ、違う。へー、3755、イエーイ。あ、ごめん。1,2,3,7,5,5。 は？ What？ ん？え？ 3,7,5,5 で合ってるよな。なんてこった。んー、じゃあ写真撮っとこう、忘れんように。別のやつかもしれんからな。よし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 、いいぜいいぜ。今日の謎解きはなかなかスムーズですな。ねえ、この男の子の名前何やったっけ、ハゲた。何やったっけ。パソコンある？あれ、調べられへん。あ、エルセン君ね。今日は何日でしょう。はぁ、ちょっと待って。今日は何日でしょう。2月11日じゃない？なんだと？明日にならないと次のゲームはプレイできませんよ。やばい、やばい。もう11って書いてあったよ。だから2月11日かなと思ったの。あ、家畜の腹からメタルを採取しているのはどの駅でしょう。これ覚えてる。ペンテル。正解、その通りです。素晴らしい。やったぜー。なんかしょぼいものもろたな。あ、しょぼくない。うわ、強い。さっきの、さっきの惜しいことしたな。クイズコーナー始まった。図書館にあった本のうち読むことができない本は次のうちどれでしょう。知らん。あ、ちょっと、え、これは何か重要な気がするな。確かに違う。今俺別のやつ選ぼうと思ったら間違えて押しちゃったからな。
そもそも考えることの注意力、まあ確かに注意力がなかったかもしれん。これは何か重要な気がするな。あ、でもバッター喋るようになってるな。ん？ゾーン3にあった倉庫のシークレットコードは何でしょう？え？そんなあった？4番目ありがとう。いやもうこれは分からんわ。正解その通りです。素晴らしい。いやあ、でも丸たちの装備なんやな。あれ、あ、これか。いや強っ。あれ、でも、え、行くとこある？トランプみたいなやつで謎解き？一回外出てみるか。セーブしれ。今日に戻れる？あ、戻れた。あれ3つしかないセーブデータが。俺さっきこれ選んだよな。あ、エルセン君たちじゃないこれ。あ、エルセン君たちが喋ってたのあれ。めっちゃおるやん。なあ、この部屋だけずっとあんのすっげー不気味。子供部屋っぽいよな。盛り上がってる何話してんねやろ。このパネルはどうやら床に向かって押し込むことができそうだな。あ、トランプのやつや。俺トランプって、あ、撮ってるわ写真。え？ね、はい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 、オッケー。ほほー、分からんなぁ。え？トランプ見ても何のこっちゃこれ。数的には、あ、なるほどね。いや模様見てるんやけど、模様は上向いたり右向いたりしてるなあ。あ、このマークと一緒や。え？
さっきの見せようかみんなに。ちょっと待ってな、ちょっと時間かかるけど、ちょっと待ってな。ちょっとみんなに見せるわ。これ一緒に考えよう。これ送って、で、これで、これ映ってまずいものは映ってないよな。ちょっと一回チェックするわ。映ってるな。これはどうや。まあいいか。いや、なんか生活感あるもんが映ってるな。トリミングね、オッケー。まずいっていうか、まずくはないんやけど、こうして、で、こうで、ちょっと待ってな。はい、で、これで、保存。はい、これで、画像を、参照で、はい、映った？これ何？いや、でもこれ意味がわからんよな、そもそも。これこうして、こうして、こうするか。よし、領収書。ああ、これどう思う？これ意味がな。どう思う、どう思う。あー、なるほど。いや、違うな。同じ模様のとこを押す。まあ、確かに同じマークのはあるよね。つまり、これと、これか、これと、これやな、これと、これと、違うくない？え、マジ？え？真ん中の違う？あっ！ちょっと待って、取り返しつかん、これ。
とこれとこれと、いや合ってる？あ、合ってた、合ってるよな。これとこれと、これとこれ、あ、いた、5865、よし、出た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 、オッケーオッケーオッケー、はいはい、はい、オッケー、よし、行こう。ん？数字使うとこってあったっけ？あれ、数字使うとこなんて5865読み込まれてなかった？あー、で虚無に戻る。でコンティニューでここやんな。んで巨大エルセン君ってここやったっけ？あ、いた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 、あ、ごめん、3458 65、ブラボー、完璧です。あ、ブラボー、フランス語や。さあこれをどうぞ。よくできましたね。いて座のカード、ん？なんかさ、カードがザルームへの再通行書。ああ、ブラボー、フランス語、いや、イタリア語やったかも。でセーブ取って入って、これやってみるか。一人だったらわからんな、これ、うん、何ここ、逆さまになったんやけど。わあ、あ、これも逆さまや。もう世界壊れてない？これ。BGM 逆再生、マジで。ディスプレイ逆さまにする。あれでも戻ってるけど。あ、で、これで使ってなかったやつ使えんのかな？ 3755 かな？3755、え、いけてる？これ今日パパが漫画をくれた。でもそれより外へ出て遊びたい。こんなところ嫌いだ。ママがこっから連れ出してくれるって信じてる。パパ悲しむやろうな。チャプター2、ボクサーズアドベンチャーズ、ボクサーの冒険。ボクサー、体弱いのかな。あー、確かにね、家から出したくないんか、親は。親はっていうかお父さんは。なんやろこのマーク。
これは古い漫画だな。読むか。はい。ちゃんと俺に聞いてくれるんやな。パニックインバルビレ？何？これ漫画なの？これもうアニメ始まったんやけど。ボクサーなんて気持ちのいい日だろう。ボールビルは今日も平和だな。この素敵な青空の下で何事も起こらないことを願おう。来た。はあ、ははあ、貴様、この極悪非道の天才を忘れてるようだな。あ、でもバット持ってる。俺の新たな発明品もな。そら、クローン製造機だ。俺の邪悪な分身でボールビルをいっぱいにしてやる。どうやったって止められやしないぞ、ボクサー。貴様の可愛いガールフレンドも俺が誘拐しておいてやったぞ。めちゃくちゃやってるやん。なんてこった。どうやら今日は素晴らしい日だなんて言えそうもないな。ボクサー対バッター、ボールビルから邪悪なボールマンクローン、ボールマンのクローンたちを一掃せよ。急げ。何これ。あー、なんてことだ。早く行かなくては。何、消えるんやけど。何もせんでもかわせばいいの。一掃してないけど、避けてるけど俺。これバッターやんな。でもどう見ても、あ、なんか上書いてた。すげえやる気のあるバッターとすげえやる気のないバッターがいる。僕そう、これじゃまるで侵略じゃないか。貴様これで終わりだ。僕さ、しみったれたヒーロー気取り目。バッターが右にいる。で、ボクサーが左か。うわあ、うわあ、うわあ。あ、でも体力がえぐい。ちょっと待って、ちょ、一回待とうか。ボクサーが敵一体攻撃する。ボックスキック。ボクサーやのに。ボックスパワー。これいいやん。ボックスボム。あ、強っ。敵を浄化した。ベリアルの2個手に入れた。運命のチケットを手に入れた。スーパーヒーローにだって俺を止めるのは不可能だ。貴様が勝つなんてできっこない。ダメだ。デイジー、彼女のことかな。え、てんてんてんやないね。心底バカバカしいな。なんかまあ悪者のように扱われちゃったもんね。いや、もう読まない。めっちゃ嫌がってるやん。今日ママがやっと迎えに来てくれた。あ、ざっかり。終わりは近いで友よ。あんたの後ろに浮かんでるのが多分最後のセーブブロックだ。最後に一遍あんたの歩んできた道を記録しといた方がいいかもな。え、最後？ドアの向こうに行く前に、クイーンと対面する前に。ははは。あんたの殺戮が育ててきた。え、殺戮？黄金の果実？ああ、とうとう収穫の時が来たわけだ。カズヒロもなんかまたし、カズヒロが出たよ。ここでカズヒロなのね。戦慄のシンボル、これは2個生かしてもらおうか。2個生かしてもらって、狂気のオーラは3つほど生かしてもらおうか。あ、ダメだ。あ、ちょっと待って、今なんか大事そうなこと言ったの。で、俺もう分からへんな。どれがどれなんだか。あ、ちょっと待って、どれや。俺が勝ったん。もう分からん。えらいこっちゃで。これか、戦慄のシンボルか。
ッケー。であとは全部打ったらいいんやな。うれ。ミカエルのバット、怒りのシンボル、あと連打やな。3、ミユのチュニック売る、これも3売る、よしよし、オッケーオッケー。これどれぐらいで売れるの。ああ大したことないんや。で買う、なんか効率のいいやつ買いたいな。これか、これ4人分だけ。あ、これいい、これ買って、これも2つほど買わしてもらおうか。己に打ち勝つ者は2度勝利するのさ。あー、自分に、そして相手に。なるほど、いいこと言うやん。これで、これ狂気のオーラね。で、これを狂気のオーラ、これよし、セーブします。これいっちゃっていいんかな。もうこれさっきのなんかゼロのとことかいけんかったりする。さっき言ってたやん、なんかアイテムないからいけへんみたいな。行っちゃっていいんかな。いいんや、行くか、行きましょう。はい、チャプター1ザ・クイーン。あ、いよいよや。うわー、これサイコパスが集める標本みたいやん、虫の。はじめに彼女はこう言いました。とうとうたどり着いたのバッター。あ、綺麗な人、長い間あなたの到着を待っていたわ。でもあなたが歩んできた道は無意味だった。え、あなたは何もなさないのに苦しみはここへ持ってくるのね。帰ってちょうだい。いや、ひどい言いようやな。いつも通り冷たい氷のように、揺るぎない態度のままバッターは言いました。誰の意見今の。ちょうど帰ってきたところだ。この場所へ、創造主のゆりかごへ。ガーディアンたちはすでに落ちた。いや、今やお前は滅びゆく国の女王に過ぎない。驚いて、しかし完全にあっけにとは取られずに彼女は尋ねました。なんか急にナレーターが来たよ。どうして私が作り直した国を壊してしまうの。返答はシンプルでした。お前はずっと役目を果たしてこなかった。ここでお前が果たすべき最低限のことさえおろそかにしてきた。彼を気にかけ世話することがお前の役割だった。なんかさ、ジャッジじゃないけど、ジャッジみたいな、その役割としてはジャッジみたいなこと言うよな。裁きというか、なんかこのバッターが、お前は失敗したんだ。そのせいで今俺は神聖なる任務を完遂しなくてはならない。単調な会話にバッターが織り込んできた。言葉の攻撃に耐え続けながらクイーンはありのままを語りました。すべて彼のためにやったことよ。私の子供たちが幸せになりますようにって私は心から願っているの。準備に必死にありすぎて俺たちはそれが誰のための誕生パーティーかも忘れてしまったんだ。この返答がクイーンの忍耐を根こそぎ奪い去りました。あなたがその祝祭を台無しにしたのよ、バッタ。坊やに手出しはさせないわ。あの子が私たちをこの世界へ生み出してくれた。今日があなたの落ちる日よ。え？もう。なあ。
暗闇状態にしとっか。あ、できへんかった。私の後に、ん、読めへんかったな。ベイダーエローハクイーン第4のボス。え、デルタ、ジグマ、シグマ、イプシロン、高貴なるアドオンたち。え、どういうこと今の。え、クイーン以外にも敵がいる。あ、いる、デルタ。え、こっちがアルファとか持ってんのに、そっちデルタとか持ってんの。はあ、ふーん。クイーンにとっての丸みたいな感じか。特上、うん。でもそれどういう形。すげえ食らうこの攻撃。とてもとてもがっかりしたわ。賢者のチェックメイト。寝てるやつがいるな。この引っ込み丸が結構レベル高い。あの、このその攻撃力が高いよな。ほら、引っ込み丸やのに。でもこの三男が一番その攻撃力は高いな。え、これあの全体攻撃があるから。キングの入場、デザートはなしよ。起こしてあげるか。激怒、激怒やばそう。一回オートにしてみるか。あ、死んだ。私の後には何もない。ちょ、早いねんそれ。もうちょっとゆっくり喋ってクイーン。これさっき夫婦喧嘩って書いてあったけどさ、コメントで。そういうことなんかな。バッターって、じゃあお父さんなので、子供たちがこの世界を作る。私の後には何もない。子供がこの世界を作ってくれたって言ってたやん。じゃあそれ、これって、この世界ってその子供が想像した世界ってこと。お父さんが、まあ彼の名前だって知らないでしょ。まあこのバッターとしていて、でお母さんがラスボス的にいてみたいな。でどっちが悪いのみたいな。あ、そういうことこれ。だから子供いたのか、そのゾーン潰すたびに。彼はあなたをどうしていない。あー、でお父さん嫌いって言ってたもんな。違うのか。あ、毒になっちゃった。かわいそうに。肉を食え、肉を。なんか今んとこ俺はそうかなってちょっと思ったけど、この話、これ DV なんじゃ。でもお互い様やけどな。これはあなたの人生が美しかったこと。まあバッターはバットで殴ってるけど、デザートはなしよ。うん、でもこれは子供が
それお母さんに言われたことをセリフにしてるみたいな感じはするけどな。適応浄化した1万の経験値、バットはレベル20、苦労式走塁。それじゃとても無責任じゃない、バッター。今夜のパーティーのために大きなケーキを焼いたの。クイーンも焼いたの。コーヒーはいかが。あなた、あなた、ほらハムシの女王よ、お前の配下たちに加わる時だ。何もかも間違っていたんだ。過ちは忘れて美しい夢を見るといい。見て、あなたの目にそっくり。え、両目とも恐怖で満たされた目だ。なんか今奥さんが言うような言葉じゃない、あなたの目にそっくりとか。わかんない、体力回復してる。バッター、ついにバッターについて分かるんじゃないこれ。え、俺があなた、あ、来たぞ。ちょ戦うの。泣いてる。ヒューゴ、小さな男の子。どうしたらいいの。ちょっと後ろの目にまで納得。おい、一回見な、後ろの目で。なんか使えるもんとか。ヒューゴ、うん、一回暗闇状態にしよう。なんで殴った。ああ攻撃入るんか。これ我が子なんじゃないの。俺的には今我が子やと思ってるけど。一回ちょっと防御いってみる。いやなんかでもそれバッターらしくないっちゃバッターらしくないんよな、そんなこと。さっき覚えたの何やったっけ。ちょっとだけ待ってみようか。チェンジって何。いやこれオートって一番やばい気がする。まあ一回ちょっと戦ってみるか。もう嫌やけど、ターンが進んでなくない。これ俺ウェイトにしちゃったからかな。防御何もしてこんけどな。何もしてこん子殴る。殴るか。これ何したらいいの。すごい、でも防御力高いな。
逃げれへんよな、だって。かなんかな。ああ、適応浄化した。開かれた方よ。暗いのは怖いよ。今だけだ。これから後はどんな暗闇もなくなるさ。おい。浄化しちゃったよ。うわ、虚無になった。え、そこで止まりたまえ、このペテン使命。お、ジャッジ、ジャッジか。私は君に心から最も盲信的な確信を、最も頑固とした期待を、そして最も誠実な偽りなき信頼を置いていた。私が骨の髄から間違っていた、それも確かだろう。だが真の裏切り者は猫の眼の向こう側にいるものだ。君は何ということをしてしまったんだ、スギル。俺に言ってるの。女性と子供を殺した時には画面のフレームにはぼんやり、霧が霞が輝っていたなどと弁解する気か。君はこの世界を浄化などしなかった。君は破壊し根絶やしにした。君は世界を混じり気のない無に沈めてしまった。それがあるべき形だ。君に手を貸すべきではなかった。始まりからすでに君の魂が黒い炎に喰らい尽くされていたことを私は見抜くべきだった。こちらへ来たまえ、すぎる。私と共に罪をあがなおう、任務果たそうとするこの怪物を阻むのだ。こちらへ来たまえ、すぎるって俺に言ってる。やめろ。この世界を浄化するために俺にはお前が必要なんだ。時は来た。さあ判断を下したまえ、最後の、そして、虚しきジャッジを。ザ・バッタオフィシャルエンディング、ザ・ジャッジスペシャルエンディング。なにこれ、どっちかを選べってこと。いや俺ね、別にここで、ね、これこの意味がよく分からんけど、ちょっとコメント見るのやめるな。なんかさ、別にバッターは操り人形でしょ。で今これジャッジのさ言い分に乗ってさ、バッター一人を悪者にしてさ、いや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 、バッターやっつけようぜみたいな、そんなんいる？いや、いるってかそういうことじゃなくて、そんなんなんか、うん、責任転嫁じゃない？今行動選んだの俺でしょ。だってザ・バッターオフィシャルエンディング。いやまあでも、いや分かんないんやけど、残念なすぎる。自らの邪悪なるマリオネットに操られたまま君は死のうというのだな。さあわずかに残っている君の存在にさえ手を振って別れを告げる時だ。え、おい、ジャッジとも戦うことになるのか。ワイドアングル見してくれ。ジャッジ、またの名をパブロ、猫科の復讐者、最終ボス。バッターの俺上げて、はい、よっしゃ、いけ、戦え、前のめり丸たち、いけ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 。いやー、ジャッジもな、パブロ途中でいなくなっちゃったけど、何のために戦ってんやろこれ。あ、どこや。
毒はあかんよ。モロクの2回、はい。ジャッジエンディングやったらバッターに裁きを下すみたいな結果になってたのかな。すぎるこちらへ来いって言われたもんな。あ、強くないのよね敵。これで終わりだ。お前は使命から逃げられやしない。使命で何このスイッチは。これゲームのスイッチあのリセットボタンとかじゃないの。スイッチオフになった。いやなんかいや初めてやな、最後に自分でオフにしたんゲームを。そうかオフ。あー今何気なく言ったけどオフね。なるほど。バチクソ名曲かかってるやんこれ。タイトル回収ね。オフにする旅か。バッターさんが全部なかったことにした。結局全部ぶっ潰してって最終的にもバッターが全部オフにしたんよな。この世界が間違ってたかどうかね。そもそも間違ってたからって言ってそんなオフにする権利なんて誰にもないけどね。だからな、結局いやまあなんていうの、正す権利はあるというか、権利って言ったらあれやな、なんかまあなんやろうなバッター自分が蹴ることも1ミリも躊躇してない。使命ね、もう操り人形やから。結局奥にしたのは俺やから、なんとなく分かったしね、その今スイッチがある時点で、あそういうことなんやろうなって。浄化する権利ね。バッターも望んではいた。バッターは意思があるからね。操り人形とか言われてたけど、それはバッター以外の言い分というか、バッターはバッターで確かに自分の意思があると常々言ってたからね、自分で使命やと。なるほど。ここから始めるとどうなんの。ああ一回じゃあもう一個の方見てみようか。ジャッジルート消化不良感がすごい。まあそういうやろうね、消化不良やろう。そらそもそも消化って今からするんじゃないかな、それぞれ。この多分ゲームの中で帰ってきたところだ、この場所へ。うん、わざとやんね。
このクイーンが赤ちゃんのお母さんであることは多分間違いないやろうけど、結局バッターってなんなんやろ。バッターリスは強いな、確かにな、最強やわバッターは。リスバあの子が世界を作ったっていうのは、ヒューゴのための世界を作ろうって一致団結したことで世界を作れたことなのかなって。ああ。このお母さんクイーン含めてみんなでってことか。そもそもこの前のめり丸たちは何やったんやろ、なんで味方してくれるの、システム的なものなのかな。だってすっげえシステム的やん、アルファオメガエプシロン、このしかも丸でしかないという。前のメリバルたちはガーディアンの慣れの果て、それやとしたら面白いね、ちょうど3人やし。アドオン、あー確かに。PC ゲーやしね。子供の名前知らないから、少なくとも本物の父親ではない。違うんよね、じゃあバッターが父親っていうのは違うんや。まあでもさ、まあ野球選手って子供のヒーローやん。まあバッターがバッターなのはまあ子供のなんかだから、まあ作ったヒーローというか、そんな感じはするけどな。なぜバッターなのかっていうところは、漫画では悪役だったけど確かにね。まあボクサー、父親の配役にあてがわれたのがバッターとか。ああなるほど。ヒューゴがバッターを作ったのか。いや俺はそうかなと思ったけど、どうなんやろうね。いやもう一回この動画を見直したいな。全部分かってからじゃないと、こういう風になってからじゃないと結構分かんないまま来ちゃったから。しかもこの子ヒューゴは最終的に何もしてこんからな。これはさ、単純にさ、プレイヤーというかこっち側にこの罪悪感を、このバッターがいかに悪いか悪かっていうのを植え付けるためにやらされてるというか、そんな感じはするけどね。しかもオートがあるっていうね、すごく責任転嫁できるオートって。俺はやってない、バッターがやってる。暗いのは怖いよ、今だけだ、これからあとはどんな暗闇もなくなるさ。そしてとても弱いね。うん、弱い、すげえ弱い。でここを歩いてって、このペテン締め、私は君に最も、網膜的な確信を、最も頑固な期待を、そしてうん、だがしん、うん、
それがあるべき姿だってバッター言ってるのは。君に手を貸すべきではなかった。あがなおうってさ、あがなおうってどういう意味やろ。あがなうってさ、あらがうとは違うな。あがなおう、ちょっと検索するか。あがなう、ちょっと検索します。罪をあがなおうってどういう意味やねん。償いをする、罪滅ぼしをする、罪滅ぼしか。任務を果たそうとするこの怪物を阻むのだ。なるほどね。やめろ、この世界を浄化するために俺にはお前が必要なんだ。お前が必要。バッターってこのスイッチをオフにできひんねや。時は来た、さあ判断を下したまえ、最後の、そして虚しきジャッジを。さあ選んでみようか。ザ・ジャッジスペシャルエンディング。この選択こそがたとえ悲しいほどに意味をなす、としても正しい。私はそう思う。さあバッター、味わってくれ。我ら失った報復者たちの、マスなき正義への渇望を。うわー、バッターが、ジャッジ動かすの。前のめりたちは敵にならんねやな。へえ、すげえ強いやん。巻き状態。毒状態なるんか、毒とかに。暗闇なってる、これ。ちゃんと左にいるね。でもえ、強っ。バッター指長いね。確かにめっちゃ強い。あ、弱い。てかジャッジが強い。敵を浄化した。お前の狂った聖戦はここで終わる。聖戦ね。死ぬがいい。バッター、未遂のままついえた投げかわし陰謀の記憶を携えていけ。もう遅い、全て失われる。ああ、けれどこちらの方がお前の賞よりは、よりはマシというもの。それゆえに何も残らないのさ、我々の後悔を除いては。そっか、もうバッタ動かせんからオフにできんねや。なるほどね。オフにしなかった、自分で勝手に終わった。だからあれがオフィシャルエンディングなんやな、オフの方が。何これ。エンディング感あるけど。オフに次第で終わった。虚無を歩いてるね。すぎる、どこが一番印象的だった。もうそれは最後やな、本当に最後の最後。そこまでは結構よく分からずに、まあな、こう謎が残ったままずっとやってきたし、まあ基本的にてか終わっても謎だらけやねんけど。あ、ここね。最後にやっぱりそのスイッチオフにするところがやっぱ、うん、初めてやったからな、ゲームやってて自分でオフにしたの。基本的に終わりですよってなって寂しくゲームを閉じるのが、まあ今までやったけど、まだゲームが最後を迎えてないのに自分でオフにしたっていうのを初めてやったの。虚無がオンのまま。なるほど。
あーじゃあなんやろうね。うわもう虚無中の虚無やんこれは。精神と時の部屋やんこれ。頭おかしなるでこんなとこおったらジャッジ。世界が終わるよりは、でもこれはこれでタイトルに戻るのかな。でも何もない世界。ジャッジはこっちの世界の方がまだマシやって言ってたけどね。でこれってどうしたらさっき言ってたやつっていけんの？ちょっといろいろ考察しながら行こうか。そこどうやって行くのかな。開いてますね。大丈夫かな。相当大変。虚無でアイテム回収。ゾーン1とか多分アイテム取ってないよ。それって見た方がいい？なんていうかな、その考察とかに関わってくる。見なくてもいい。考察には関わらない。ジョークエンド。まあまあまあ、ちょっとじゃあ今、まあなんか、大変じゃなかったらやろうか。なんかすげえ敵が強いから大変そうなんやけど。あジャッジ歩いてたとこやん。そういえばここ。どこにあるんかな？攻略見てやる？あ、できればコメントで教えてくれたらありがたい。お、ゾーンゼロのボス。運命のチケットね。結構強い。俺強いわ。隠しボス美少女、それは見たいな。絶対嘘やろ。うわ3体出てきちゃった。ドアどんどん叩いて I'm here って言ってる。誰が言ってんのそれ I'm here って。コメントのバイオネット。これどこら辺にあんのかな。それどこに行ったらいいんやろ。あー虚無の敵ボスボクサーっぽいな。確かにね。アルマ方面。いや強っ。アルマ方面って言われてもな、でも分かんないな。どうしよう。え、そんな、それってめっちゃ時間かかる。
まあ考察し、考察今まだ終わってないからそこはしたいんやけど。あー畜舎どうやって行くんやったっけなそれ。わかんない道が。あ、ここじゃない。動かせる。アホって言われてない。え、これ入れへんやん。ちょっと、いや、こういうの、いやー、やばい、いやー、あ、オッケー。ジョーカー2枚ね。こっちで合ってる？道って。でもこのゲームが、これって2008年でしょ、後に結構影響を与えてるのは分かるな。これこうして、こうして、ここは合ってるよね。こうで、あ、こうや。あ、2008年か。それって何年前？2008年ってこと、13年前か。ここじゃないのか。あれ？ここじゃないの？あれ？ここじゃない？あ、線路が歩ける。あ、ここか。あ、2008年、それで。俺、実況始めた頃やな。そうや、そうや、ちょうどその頃か。あ、その頃にもうすでにこのゲームあったんや。それ考えるとすげえな。へえ。なんかね、ある時からこういうゲーム本当に増えたんやけど、でも俺が実況始めた時には言うてそこまでではなかった。いや、でもそんなことないか。すでにムーンとかってあったんかな。あ、来た。次は28歳の時。いや違うよ、計算おかしいやろそれ。俺26の時かな。25。あ、目を10個見つけた。え？やば。え、だってこれ音変わんないよ。じゃあここじゃないんじゃない？肉の泉をぐるっと回ろう。肉の泉？ここか。え、出てくるんやこれ。ムーンっていつ？ムーンっていつ発売？1997年。
それはすごいな。2000年代にすら入ってなかったんか。夢日記は2004年。あ、なるほど。なんかさ、これオフってさ、なんかこのオフが作った作者が影響を受けた作品集みたいなずらーって書いてあったよな、確か。なんかサイトかどっかに。あ、ここちゃう？あ、マンデーグランドフィナーレ。これで OK か。多分これを集めたら OK なのかな。へえ、これで OK やね。 OK、 興味に戻る。1個目ゲットで。いや今だってゾーン1やからな、あくまでゾーン1やから大丈夫やったけど。アホーって確かにアホーって言われてるからな。ここはどこにあんの？もうエンディング見たよ。そうやで、エンディング見たよ俺。屋上、住宅街、ここじゃないやん。じゃあ、これ逃げれんのやったっけ。そうそう、オッケー。すげえトイレ行きたくなってきたな。ここショッピングモールじゃなかったっけ。っていうか、ここやんの。じゃあ、あれ違うわ。あれな、ここ、ここやったっけ。ここじゃないか、住宅街のとこ。住宅街はこっちじゃなかった。あ、ここや。あれ、あれ住宅街ってここじゃなかった？ん？居住区？あ、そうなんや。じゃあさっきのとこでいいんか。ここやんな、ショッピングモールって。でん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 。あ、え、お、虚無になってる。これもちょっと待って、このゾーン2をクリアしたらトイレ行く。これは分からんわ、えぐやばいってこれえ、あれやばい、やばいぞ。これは分からん。これ漏らす、これは漏らすわ。でもそれぐらい自分を追い込んだ時の方が結果はついてくる。一回追い込もう、ここでゾーン2で一回俺自分を追い込むわ。
よし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 、あ、そう、どん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 やめて、ちょっと響く、漏れそうなる。ふふふ、くげーん、ここに来てるよ俺。なんだここ、そうそう、ループしてんのよな。あ、くそー、左に行ってみるか。でここでこうや、新たな自分、新たな自分、ここ、よしよしよし、今この自分新しいよ、この自分新しい。やばい、いいよ、あ、いいやん、いいやん、いいぜ、あ、いい、やばいって、マジでやばいって、これ新しい、この自分、うん、古い、マジでやばいって、違うよ、トイレに行かないことで、そのここの、ここをさ、どうしてもクリアしたいっていう気持ちを鼓舞しとるんよ。そうじゃなきゃここはやばいよ。だって俺全然今糸口見えてないもん。ここで行ったら多分永遠にたどり着かない。やべえ。ちょっと待って、マジで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 、誰か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 、なんかいいアドバイスないの、いいアドバイスないの、これなんかアドバイスないの、ここきつい、マジできつい、下、いやもうここまで来たら引っ込みつかんて、下ね、ひたすら下に向かっていくか。右に沿っていく。俺どうやってここ行けたんやろ。壁に右手を当てていく。なるほど。ほんまや、やっばー、めっちゃ嬉しい。あれ、よし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 、1805、遠いなあ。あ、このマーク見覚えあるぞ。いや、ゾーン2クリアしたら行くから。ここ？いや違う。ああ、なんかあったな、そういえばここ。こうやったかな？
こっちではないのか。やばいな、やばいな。どこやったっけ。180。これ来たとこやん。どこ？これ行く。もう無理。はい、ごめんなさい。じゃあ今行ったらあかんやん。よし、確かここさ、こう行かんかったっけ俺。こう行って、ほんでや、こう行かんかった。違うな。敵が出てこんようになるやつとかあればいいんやけどな。あれマジで分かんないな。これループしてない？1709。でもそれって行き道に関係あんのかな。ほんとどこ行くやつだっけこれ。分かんなくなってきたな。さっきんとこ1709。攻撃1709で扉開けて、それどこやったっけ。ここか。1709。あかんなここ。あー、じゃあ逆サイド行ってみるか。ここやったっけ。ここか。1709。
おお、来た来た来た。あ、エルセン君いるやん。亡霊たちは消えた、色も消えた、なくなっちゃった。これでもう安全だ、永遠に。いるやん、エルセン君。お、来た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 。サーズでグランドダイアグナル。なるほどね。よし、ラスト。はい、これはどこに行くんやろ。こっちじゃない気がする。考察聞きたい。どこから話すんやろうって感じはするな。こうするにしても、なんで残ってんのやろ。でもエルセン君、地獄じゃない、一人残ってたら。イーノックのオフィス、それどこやったっけ。イーノックのオフィスってどこやったっけ。イーノックのオフィス、イーノックのオフィスとかわかんないな。ここか。あ、ザッカリーね。なんかザッカリーは導き手みたいな感じしたから、なんかなんかこうなる感じを求めてた感あるけどな。あれ、どうやっていくんやろ。え、どうやっていくんやろ。ここなん、ここで、ここしか行くとこないんやけども。線路、左上の部屋か。そうなんや。ちょっと待って、糖分取る。ここら辺の敵謎やもんな。何をイメージしてんのかもようわからんわ。ぬいぐるみか。ぬいぐるみじゃないこれ。なんか何やったっけ、命、なんかゆ、なんかぬいぐるみをなんか別の言い方してたやん。なんかかたどった、なんかボクサー、胎児っぽい。あー、なるほどね。赤ちゃん感あるよね。そもそもこの運命のチケットっていうのも結構謎なんよな。あ、こんなとこにあったんか。そうそう、命のない。
ちやろ。そうそう、作り物って言ってたの。確かに乳首が目立つな。そこだけ偉い、作りが細かいな。沈黙のシンボル、あ、こっちじゃないんか。ちくり、いや、先に喋ろうとしてる言葉と混ざるからたびたびね。乳首と混ざったな今は。作りと、あー、これだって人骨みたいなもんやもんな今思えば。これ完全にだから、まあお墓的というか遺灰ね。なんで急に色が戻った、これ。あれ、色あったっけ、もともと。そうそう、これ飛び降りちゃって大丈夫なのかな。またあのゲーム始まる。バグ？飛び降り方。何その腕伸ばして飛び降りるんや。ここじゃないんか。これ引き返せるやつじゃないの。ポスターは真っ白。ああ、それも真っ白になってんねや。ああ、怖いな。てん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 。まあでも不思議なゲームよな、これ。日本人的でないというか、まあ明らかに日本のゲームに影響は受けてるけど。それ面白いよな、日本のゲームに影響を受けた外国の人が作るゲームって。うわー、虚無ー。いや、これは頭おかしになるぞ。お、え、帰ってきちゃった。下に行ってみよう。いや、これ絶対やばいな、やばいな、やばいな。ちょっと待って、これでも矢印下に向かってんねんけどな。そういうことか。関係ねえな。右行ってみよう。左。え？ジグザグ。おい。あ、来た。来れた。よし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 。チューズデーね。グランドスペクルラトル。はあ。
これめっちゃいい。物理攻撃を強化する装備。ちょっと待って、これはこの丸がいいかも。すぐね CP なくなっちゃうよこの子。んで前のめり丸にここらへん行くか。んでバッターに、あ、じゃあこの子にこれでいいか。よし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 、おー、そ、楽しみやな。よし、でここかゾーンゼロ。はい、来たよ。ルームに行くの？ん？ルーム行かないとあかんの？あ、そこにいるよ。ルーム行って、え、ゼロで合ってる？あ、ゼロで合ってんねや。どこに行くの？あ、ほっといてよ、ほんまに美少女やん。どうしてあれもこれもギョッとするものばかりなんだろう。おかげで退屈しないけど。外国人が使う顔文字やん。素敵なもののことすっごく真剣に考えてみなよ。そしたら君にだって素敵なものが見えるかも。お前は誰だ？それって例えば素敵な一日みたいな感じ、大きなアヒルちゃんと過ごす日みたいな。それもギョッとするようなアヒルちゃんと。ここで何をしてるんだ？そんなつまんない前置きで時間を潰すのをやめにしない？ねえ、踊りましょうお友達さん。え、よくわかんないな、何者？ミルフィー。え、すげえいろいろしたんやけど。シュガー、シュガー、どういうこと？この子がシュガーなの？ダミー、あ、持ってるのがか？だ、違うな、ダミー、サトルできた美味しいキャンディー。へー、どういうことやろ。キャンディーね。そもそも女の子はどうかもわからんよ。あめちゃんなくなった。毒かけるトラック強いんかな。いやでもバッターたちの方が強そう。スペシャルホームラン。いや声女の子やけど。うん、ミルフィーユかなりタフなんや。ボスで一番強いよって言うけど、このゲームなんかそのボスで苦労するとかはなかったけどな、基本的に。なんかもうバッターの方が絶対強いというか。どこかけんかったっけ。攻撃力上げとくか。
あ、戦闘時間が長くなる。まあ確かにね、そうなんよな。あ、毒鳴ってなかったか。これ鳴ってなさそうやな。アビリティ。おお。後ろ引っ込み丸は結構あれやな。スピードが遅いんやな。どこなれ。なってないこれ。絶対なってないよな。毒になってんのかな、わかんないな、これわからんわ、もううーん、このオメガたちね、クイーンがクイーンとなんかツインになってたやん。クイーンのお友達と、しかも 3体同士でというか、だやっぱ夫婦なんじゃないんかな、バッターとクイーンって。なんかいい争い方も夫婦っぽかったし。あ、弱っ。グランドショコラティを手に入れた。ガウス。冷えすぎ、寒い、こんなダンス嫌い。そうでしょ、今回は大きくて怖いアヒルちゃんの勝ちみたいだね。なんかこの白鳥みたいなマークなんなんやろ、下にある。ザッカリーにさよならって言っといて。ザッカリーにさよなら、彼女は死んだ。ほう、ザッカリーの恋人？あ、そうなんや。ザッカリーと会えたっけ？あ、きっとそれでよかったんだろうさ。売ってくれんねや。なるほどね。あー、まあ恋人とかって言うけど、こんな虚無っていうか、あの世界でまともな人格を持ってるものがほぼいないかったら、まあ親密な関係にはなるというか、別に恋人かどうかとは別として、うん、そんな感じはするね。笑わなかった。うん、これでいけたのかな。作者さんは明確には回答しなかった。あー、なるほど。クイーンとバッターもそうじゃないか。あー、確かに。そっかそっか、俺このバッターがこの世界の中の存在かっていうところにあんまり考えてなかったな。まあ、だからこの世界の住人なんやから、そもそも何かなんやろうな。はい、まあ多分終わりかな。あ、シュガー、なんでシュガーなんやろうね。なんでシュガー、塊なんじゃないの、人の死んだ人たちの。いや、それは分からんか。ルーム、ちょ、どうやって行くんだっけ。ルーム。
買う？ん？どういうこと？あ、これ何？これ買ったらどうなるの？で、またあそこ行くってこと？虚無に戻る。で、ザッカリに話しかける。だが5つのエレメント持ってるかい。もしあんたが望むならそれいつらと引き換えでとってもレアなアイテムをあげようじゃないの。ああ、はい、そうこなくちゃ。あんたには2つの選択肢がある。1つはアシュレイのバット、このゲームにおける究極の武器だ。おひつじ座のカード。いや、それおひつじ座のカードでしょ。今さら武器もらってもな。ほら、あんたの新しいお宝だ、賢く使えよ。これ全部揃ったってこと？これ最後俺の、おひつじ座といえば俺やん。これでもしかしてさ、バッドエンドに行く。はあ、なるほどね。はいはいはい。ワンチャン気になるからやってみようか。へえ。行くか。俺魚座じゃないで、お羊座やで。確かに作り込みすごいな。誕生日おめでとう。いや、誕生日じゃないけど、全然俺。まあ楽しいんやろ、作者の人も。爆睡してた。まあ、ゲーム作るのって楽しいやろな。まあ、てか俺も作ったことあるけど。いや、作ったことあるって。まあ、あれを言ってそう言っていいんかどうか分からんけど、まあ楽しいは楽しいよ。やりたい放題やから、何でも。創作は楽しいよ、本当に。あなたの人生が美しかったことなんてあった？これはバッターに言ってるんやろな。あ、びっくりした。
バッターって悪者なの？いやどうやろうな、悪者かって言われると、だって別にこれなんか全然な、俺正直罪悪感が湧かないというか、この今絵を見てても、この世界に対して何をしても、それはもうオフを見た後やからかな、最後にオフスイッチをオフしたとこやからかな。この世界の住人になんか感情を持ったかって言われたら持たんかったけどな。そうだから正義とか悪とかっていうとこにもその考えが向かないというか、ヒューゴかわいそうやけど、でも何なんか分かんないし、ヒューゴが赤ちゃんっぽいけど赤ちゃんなのかどうか分かんないし、やたらとメタ発言されるしね。そうやね、もうゲームやゲームやっていうところはもう念押しというか、ああそう、バッター、そうやね、唯一だから感情移入できるのはバッターなのかもしれない。なんかこいつはなんかまあ独善的でさ、なんかすごいちょっとまあぶっ飛んでるというかやねんけど、まあまあ基本的には全部自分の思った通りに動かせるし、まあ、感情動かすっていうか、まあ一緒にこの世界を来たからね。病気で外に連れて行けない子供、バッタが一番好きになれんの、まあ好きではないな、でも、好きじゃない、全然好きじゃない、嫌いでもないし好きでもない。でもなんか なんていうの、責任というかさ、責任って言ったらおかしいんかな、なんて言ったらいいんやろ、バッターのやってることはだって自分がやったことやから、なんていうかな、その分身とか自分の分身的には思わんけど、共犯者いや、だからその反悪事を働いたって気もないけどな。これ選んでみよう、残念なすぎる、この一緒か、あこれ戦闘にはなるんやね、これテーマを明確にした時点で作者がめちゃくちゃに叩かれそう。あこれで終わりだ、お前は使命から逃げられやしない。え、で？切る、thank you.
エンディング後、なるほどね。考察するのが楽しいな。いや、ほんとそう。いや、楽しいよね、こういうの話すの。オーバーザレインボー、本当に名曲。著作権消えてんのか、じゃあオーバーザレインボーって。だから使えんのか、これ。作者が説明しないのいいな。いや、でもそうで、これだけのゲーム作ってさ、いや、あれなこういうことやねんでとか、それはもう台無しやろ、言うんかいと思うよね。ちょっとそれこっちに任せてってなるでしょ。曲どれも良かったな。確かにね、こういうフリーゲームってさ、やっぱ本当に音楽って大事やなって思わせさせられるというか、アンダーテールもそうやけど、ゲーム音楽はすごいよ。スギル、どのキャラが一番好きだった？あー、でもこうなるとバッターかな、やっぱ。うん、なんか、お気づきのカードお持ちですね、おめでとうございます。このゲームの真のエンディングが解禁されました。一方、その頃別次元の平行宇宙では、おいおい、なんかえらいこと言ってるな。別次元の平行宇宙、は？おいおいおい、世界観、どどどど、我らはスペースエイプ、全ては我らが予見した通りになったな。今やスギルの助力でこの世界は完全に白紙となった。これでようやく邪悪なる巨大ロボット工場を建設できる。そして我らの宿敵たる惑星アウラスの空飛ぶ、脳髄を打ち倒すのだ。台無しやないかお前これいや、嘘やろ。いや、違うやろ、これはネタやろ。いや、これはネタやって分かるぞ、これは。さすがに、はいはいアホか。なるほど、おふざけっていうのはそういうことね。最悪やんはい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 、なるほどね。あ、面白かった、見てよかったこれ。うんうんうん、おふざけ、なるほどうん、いいゲームでしたね。うん、面白かった。お羊だね、確かに。くしくもお羊だやったわ。はい、ありがとうございました。結構なんていうか、まあ、動画やったらもう死ぬほどカットしてるとこ付き合っていただいたんで、ちょっとあれやったかもしれないですけど、はい、ありがとうございました。チューリップの映画思い出した。はい、ね、またこれ、まあでも確かにこれについて話すのは楽しいね。うん、はい、じゃあお疲れ様です、ありがとうございました。はーい、じゃあまた。
次の配信ね、多分月曜日ですね。またなんか新しいゲームをやりたいと思います。はい、じゃあお疲れ様です。